はい、えー、こんにちは。っか塾の久保です。今回はね、降って湧いたような話で、本当かいなと思ったんですけども、本当みたいですね。あの、シルベスター・スターローンのロッキー4、その、ロッキー対ドラゴンの回ですよね。これがですね、リメイクされるそうなんですよ。リメイクといっても、今の役者を使ってどうこうっていうんではなくて、シルベスター・スターローンとね、ドルフ・ラングレンさんが、そのまま出る。 あの、当時のやつ、私がまあ、今49歳ですけども、中学生だった頃のロッキー4、あれがですね、そのまんま再編集してシルベスター・スタロン版で出るということなんですよ。まあ、もともとね、94分に、えー、あ、42分何分だったかな、あれ。91分だったんだ。91分だった本編なんですけども、それに、42分の未放映文、未公開シーンを、 まあいろいろと吟味して、3分増やして94分ということでね、尺自体はそんなに変わんないんですけども、でもたった3分のその伸ばした尺の中に込められた意味っていうのがかなり濃いみたいで非常に楽しみですよね。シルベスターサロンさんご自身が今回動画で挨拶をしております。 もう皆さんご存知だと思いますけども、シルベスタサスタローンが監督、脚本、主演を務めたロッキーシリーズのヒット作、ロッキー4なんですけども、これ、えー、前回ですね、クリード2ということで、えー、ロッキーの、弟子であるクリードと、アポルクリードのね、息子のクリードと、あとね、あの、ドルフ・ラングレン演じるドラゴの、息子、これがですね、戦うというのが新作で放映されました。あ、実は、 次はですね、クリード3が用意されてるらしいですけども、そこにはシルベスター・サロンさん出ないんですよ。で、この度、スタロン自身が、今回ロッキー4を作るにあたって、メッセージが動画概要欄に語られてますんで、よろしくお願いします。シルベスター・サロンさんはですね、長い間ロッキー4を自分が理想とする作品に編集し直したいと強く思っていたらしいんですよ。そんなスタロンさんがコロナ禍で時間ができたのを機に、すべての映像に目を通し、 未公開シーン、未使用シーン、えー、音声トラック、こういったもので何百時間もかけ徹底的に見直すと。そして王者ロッキー、元王者アポロ、殺人マシーンドラゴラ、ファイターたちの戦いまでの道のりに焦点を当て、えー、物語を再構築するそうです。その結果、映画全体に散りばめられた未公開シーンは、先ほどお話したように、42分、ね。 未公開し42分。もともと91分だった本編に、えー、3分足して94分になるということで、今回の再編集によってロッキーがファイターの本能を思い出す旅、殺人マシーンとして育てられたイワンドラゴの心の変化、アポログリードが自ら選んだボクサーとしての生きづまなどを強調していくということなんですよね。映画の核であるドラマをより濃く書くことに成功したということでございます。再構築されたロッキー対ドラゴは物語に深みが増して80年代に社会が抱いていたベソス感 の核摩擦による不安や恐怖を今を生きる我々に伝えながらロシアの現状をスタローンが先読みしたかのような新しい解釈も追加されているということでございます今回解禁となったメッセージなんですけども本作の鑑賞後に持ち帰ってもらいたいものを聞かれたスタロンがあそうだな もうこの映画を見た帰り道にはみんなでアイオブザタイガーを歌ってほしいというふうにね、言われてたそうです。言われなくてもね、日々私はね、心の中でアイオブザタイガーがかかってますからね、大丈夫ですよ。それでは、あこのシルバスタンサロンさんのロッキー対ドラゴンの再編集バージョン、これ8月19日に封切りだそうですんで、映画館に急ぎましょう。それでは。